まず、本日の記者会見を始めるにあたって、この場で開会宣言とともに各所への、感謝の意を表したいと思います。PPP 東京は令和のバブルを作り出すという標語のもと、2019年9月に旗揚げさせていただきました。令和のバブルというのはビジュアル的な派手さはもちろん、見に来てくださるお客様の心も同時に華やかになってほしいという意味合いが込められています。これまでの旗揚げに際して多大なるご尽力をいただいた皆様、PPP ガールズの皆様や、スタッフの皆様、ファンの皆様、そして PPP オリジナルキャラクターのバブリー力選手や東京中折れボーイズなど、既存のプロレス団体にはないアイディアで華やかでありゴージャスかつバブリーな世界観を作り上げてきました。そして今日ここ大人のテーマパーク SOD ランド様でこうして記者発表会をさせていただけることは、ある意味これまで PPP 東京が積み上げてきた童貞の一つの集大成でもあり、同時にこうして我々のような零細企業弱小団体とコラボしていただきましたソフトオンデマンド様、 SOD クリエイト様、感謝の意を申し上げる次第でございます。ありがとうございます。本日の記者会見の内容につきましてはこの後3階フロアに移動して改めて発表させていただきますが、先立ってこの場を借りて御礼申し上げます。前述の通り、これまでご尽力いただいた各演者様、スタッフ一同、ファンの皆様、合わせて日頃よりサポートしていただいております各企業様、個人の皆様、本当にありがとうございます。今日の記者会見も含めて PPP 東京の世界を体現していきたいと思いますので、マスコミ各社様、どうか本日はよろしくお願いをします、申し上げます。上記の言葉を本日の開会宣言と変えさせていただき、これより3回にて記者会見本番を始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは PPP 東京外伝大人のテーマパークで記者会見スタートです。それでは改めまして、本日の記者会見を始めさせていただきます。よろしくお願いします。本日はお忙しい中お越しいただきまして誠にありがとうございます。この度弊社合同会社 PPP が主催しますPPP 東京の次回公演が SOD バサラプレゼンツと題して、 SOD ことソフトオンデマンド様とのコラボ興行として開催させていただくこととなりましたので発表させていただきます。こちらのロゴがこちらの SOD バサラと PPP 東京のコラボロゴになります。日程は2021年9月14日火曜日、場所は新宿フェイスになります。18時開場、19時開始でございます。前述の通り、こちらにある SOD バサラさんによる、サポート公演と銘打たせていただきます。こちらはですね、 SOD バサラ、ソフトオンデマンドさん初のアダルトグッズブランドであります。で、 SOD さんといえば、エロの総合商社であったりアダルト業界最大手という、異名もございまして、花と色を兼ね備えたエンタメの 最先端を行く企業様でございます。そして我々の PPP 東京は令和のバブルを作り出すというキャッチコピーのもと、日々興行を打たせていただいております。そんな両者でですね、さまざまな部分でコラボを実現できたらと考えております。そんなコラボの具体案を本日いくつか、発表させていただきたいと思います。はい、まず我々 PPP 東京の公演はですね、いつもハレンチシートとイケマッチョシートというリップ席を設けさせていただいております。ハレンチシートというのは、我々の公演にいつも出ていただいている PPP ガールズという、メンバーが接客をしていただけるシャンパンを飲みながら、プロレスを観戦できるというリップ席でございます。イケマッチョシートも同様に、マッチョ隊が、接客をしてくれる席になっているんですけれども、今回 SOD バサラさんプレゼンツということでですね、なんとこちらにいるSOD 女子社員の方々が、皆様が接客をしてくださる女子社員酒場シートというのを、設けさせていただくことになりました。はい、こちらですね、もう本日からチケットの方は販売をさせていただこうと思っております。はい、チケットの、料金など後ほど、説明していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。また、9月14日の PPP 東京の公演ではこちらの
SOD バサラさんをはじめとしたグッズの試供であったり販売、そしてですねこの SOD バサラさんを、使用した、ある種コマーシャルマッチみたいなのもこれから考えております。はい、なので当日はこの SOD バサラをはじめとした、グッズをですね対応して、PPP の公演を盛り上げていきたいと思いますので、どうかご期待くださいませ。さらに3つ目としましては、まだ検討中の段階ではあるんですけれども、今回開催する新宿フェス目とこちら SOD ランド様から目と鼻の先でございます。ですのでもしかしたら映像などを使ってですね当日2限中継マッチなんかもですねこちらの SOD ランドさんを戦場として、そして新宿フェスのリングも戦場として戦うような、アイディアも今企画しておりますので、そちら鋭意調整しましてまた発表させていただきたいと思います。さらに4つ目の発表としまして、この度 SOD 専属女優のチャンヨタさんが、本格的にプロレスをデビューすることが決定いたしました。本日チャンヨタさんに来ていただいておりますのでよろしくお願いします。こんにちは、SOD 専属女優のチャンヨタです。この度9月14日の PPP にてプロレスデビューさせていただくこととなりました。リングに上がる人間としてプロレスに失礼のないように一生懸命努力しますのでよろしくお願いします。今、ご挨拶いただきました SOD 専属女優のチャンヨタさんが9月14日の公演にてプロレスデビューすることとなりました。ここで少し、チャンヨタさんについて紹介をさせてください。まずチャンさん、もともとは筋トレ YouTuber として活動されてました。はい、その中で、昨年の11月に、SOD 専属女優さんとして、セクシー女優として、デビューされました。で、筋トレ YouTuber とか筋肉女子っていうのは、まあ、今流行ってると思うんですけれども、まあ、彼女はキャラクターでやってるだけじゃなくてかなり本格的に筋トレ女子でございます。先日ですね開催されました東京都パワーリフティング新人戦で、63キロ級で優勝されました。そして、優勝されてさらに、来年3月に行われる全国大会ジャパンクラシックへの出場権も獲得するような超本格派筋肉女子でございます。はい、もともと実は私もパワーリフティングの練習をしているプロレスの補強でパワーリフティングの練習をしてたという経緯がある中で所属ジムで知り合ったのがきっかけなんですけれども、まあプロレスラーの自分が言うのもなんなんですけれども、そこらのアスリートよりも相当努力できる、めちゃくちゃ努力家、ゴールに向かって努力できる、タイプだと思っております。なのでちょっとまあ他のセクシー女優さんとはかなり一線を隠すというか、多分人生の目標がすごく先にあるような将来を見据えてこの今自分のキャラクターチャンヨタというキャラクターを作り上げている方だと思っております。はい、で、もともとですね昨年そんな流れで PPP を観戦していただいた中で、プロレスをやりたいという、お声があったんですけれども、実はですねチャンヨタさんがプロレスに挑戦したいという話の中で所属されている SOD さん の事務所さんのご尽力もあり、まあ、既存のいくつかのプロレス団体に、プロレス挑戦したいという話をが、持ちかけてあったんですよね。はい、ただですね実はまあいろんな理由から、それがセクシー女優であるという理由も含めてかもしれないんですけど、意外とこう門前払いされてしまったというような経緯がございまして、で、まあ、私 TPP 東京という公演はですねとても華やかな世界を体現してるんですけれども、まあ、一方で、先日発表させていただきました新プロジェクトスタンドアップのように何かビハインドやコンプレックスを抱えている人間たちが輝ける場所を作っていきたいという、まあ、個人的な思いがあります。でチャンスはもうパワーリフティングに対してとてもまっすぐで一生懸命なのを、まあ、私はその所属ジムで、見ていたので、もちろんプロレスをやっても絶対に、まあ、間違いなく成功に近づく人間なんだろうなというのはすごく思ってました。ただそれが職業上の理由で練習できないというのはとても不憫なことだなと私は思いまして、今年入ってからですね今年の1月から BBB の合同練習に参加しております。そしてですね、大変忙しいスケジュールの中、ほぼ一度も休むことなく練習に参加されてプロレスデビューを目指して一生懸命練習に励んでいる、次第でございます。はい、まあ、そんなチャンヨタさんが、今回
新宿フェイスでデビューするということで、意気込みを、ね、お願いできたらと思うんですけれども、はい、では意気込みをよろしくお願いします。はい、三上、まずちょっと待って、お前ここで何やってんだよ。記者会見です。記者会見、何の記者会見？SOD バサラさんプレゼントの TPP 東京の TPP 東京、はい、え、お前なんか忘れてないかよ。え、何ですかじゃないよ、お前ご無沙汰したな、だいぶな。ご無沙汰してます。え、はい、見て以外だよ。しばらく PPP、すいません、オファーを。オファーじゃなくて、はい、え、お前よ、はい、そういう人間だったのかよ。2年前の10月1日、はい、あの時の感動とは。9月30日です9月30日です。俺のブログには10月1日って書いてあった。翌日ブログ書かれたんだと思います。そうだよ、日付変更だったんだよ。訂正します、9月30日そんなのどうでもいいんだよ、お前よ、ね、はい、そうやってごまかすんじゃないんだよ、はい、あの時の感動とよ、はい、みんなで力を合わせようとした時の、え、心忘れたんだよ、え、コロナでよ、はい、大変なの分かるけどな、はい、人間忘れちゃならないものは義理と人情だよ。なんで俺がよPPP 出てねえんだよ、この最近。すいませんけど、そういえば、そうですね、あの初期盛り上げていただいたゴンはもう忘れてます。初期、あ、初期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 、旗揚げ当初、はい、だからそれ忘れんじゃねえんだよ、はい、だいたいバブル、バブルって言うけど、はい、お前、何年で生まれた？生まれたら平成元年です。平成だろ、はい、平成以降バブルなんかないんだよ、バカよ。バブルって言ったら昭和ですよね。俺様は昭和のバブルの真っ只中、確かに生きてきたんだよ、はい、え、分かるか、はい、肝に銘じとけよ、この野郎。肝に銘じるだけで大丈夫ですか？え、ダメだよ。そうですか。大体よ、え、9月の14日9月14日、はい、はい、歌舞伎町でやるのかも。歌舞伎町、そこすぐそこ、新宿フェイスです。はい、歌舞伎町ったら、この俺様が、はい、ホストもやってるし、はい、まして、SOD さんとコラボ、はい、言っちゃ悪いけども、はい、俺もセクシービデオ2本やってます。確かに日本で500万もらいました。おー、すごい。バブル、バブル、バブルじゃないんだもん。離婚騒動終わって、はい、同じになってやったんだよ、500万誰だってやりますよね。分かったか、はい、今9月14日、はい、参戦させろ、いや、参戦するよ。わかりました。マサさん、9月14日 SOD バサラプレゼンツ PPP 東京新宿フェイス公演に参戦決定でございます。お名前は？ SOD 専属女優の茶山と申します。よろしくお願いします。茶与田です。茶与田さんですよ、はい、皆さん覚えてください。お願いします。あの何歳？今年26歳になります。26歳、はい、あの最近ね、はい、プロレスっていうのはあの誰でもデビューって言ったら変だけども、昔と違ってかなりハードルは低くなった。まあそれはプロレスの間口を広げるためにね、いいことなんだけども、ただデビューしてもプロレスはもちろん強くなることも上手くなることも大事だけども、長くやることが一番大事なんだよ。おじさんは還暦で、はい、見えないです。見えないよ、はい、おじさんだって40過ぎてプロレスで見てもう20年頑張って、もうすぐ辞めるとみんな思ってたでしょ。辞めないでやってるの、これが一番大事なんだよ、はい、だからやる以上は生涯現役で生きるように頑張ってほしい。そのためにはデビュー戦の相手、はい、この俺様が引き受けたいところだけど、また女性相手にいろいろやっちゃうとリメンバー離婚騒動って言われて、あの実際暴力も何もないって裁判で証明されてるけど、イメージがやっぱり残ってるし言葉がついて回る、はい、俺がやっちゃうとまた松の DV とか記者さんすぐ書いてあるんで、今回はあの俺がやりたいところへ、ね、
あなたに合ったオールマイティの女子の選手を私が指名する、はい、松本都。おお、はいはい、すみません、すみません、松本さん、私プロレス、まあ、13年やってるんですけど、デビュー戦の相手って初めてやるんです。で、なんかこんなすごいデビュー戦から記者の人もいっぱい来てて、おっぱい出してて、本当になんかもおっぱい出してますよ、おっぱい出してて一緒ですよ、こんなの。女子プロレス界の風紀が乱れるし、こんなね、もうちょっとみこしに担い上げられてるのはちょっと本当にマジでもう何有識事態なので、私が阻止します。で、もうデビュー戦と同時にもう引退試合にしてもいいぐらいのプロレス、舐められちゃ困るんでね、ああ松本さん、舐められるの一番困る、舐められて本当に一番困るんですよ。ああ、うん、そんな、なんかもうおっぱいも出されて困るし、おっぱいだだ、ダメだよ、おっぱいだ、ダメだよ、ダメだし、はい、そう、そうだよ。最近はね、でも男性のお客さん、おっぱい見たい子もいるだろうもまあそれは置いといて、それ置いといて、松野さんがもうね手を下すまでもないので、そう、私が阻止します。松野さんがデビューした相手をやりましょう。初めて、初めてです。はい、はい、チャヤさん、もともと僕タッグマッチを考えてたんですよ。チャヤさん、あ、タッグマッチ、はい、チャヤさんはいつも一緒に練習してる、うん、はい、バンビさんパートナーで大丈夫ですか。はい、はい、バンビさんパートナーで、松本さんもどなたかパートナーいらっしゃいますか。パートナーはちょっとパートうまいかがいいんですけど、はい、はい、まあちょっとパートナーは、はい、検討させていただき、相談しよう、はい、うん、相談しとくよ。そうですね、相談していただき、うん、この後発表させて、リリースで発表させていただきますけれども、はい、じゃあデビュー戦は、はい、あ、いつも PPP に出てもらってる誠選手でも大丈夫ですか。あ、いいじゃないですか。誠さんも深いですよね、はい、関係値も。関係も、はい、親友、はい、はい。では、チャンヨタさんのデビュー戦のカードは、チャンヨタ、バンビ組対松本都、誠組で決定でございます。よろしくお願いします。頑張って、プロレスの気持ちは教えてください。よろしくお願いします。お二人とも今日は、乱入ありがとうございます。じゃあ俺も決定だね。一応参戦は決定しますんで、まあちょっとカードは A 調整させてくださいませ。開けとくからキャンセル予知るかもダメだ。わかりました。まずちょっと、はい、まあ、後ほどまた調整しますんで、はい、お待ちください。松本さんもよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで、チャンさんのデビュー戦のカードなんですけれども、普段から PPP に合同練習毎回参加していただいているバンビ選手をパートナーに、松本都選手と誠選手とタッグマッチということで決定させていただきます。まずはここでですね、一度チャンヤトさんに対しての、私に対してもいいんですけど、質疑応答の時間を取らせていただきますので、質問がある記者の方いらっしゃいましたら挙手の上、ご質問お願いいたします。はい、正直私今まで、昨年 PPP の応援を見させていただいたんですけど、それまでプロレスを見たことがなくて、初めて昨年見させていただきました。で、見させていただいた時に、もちろんプロレスラーの方々はすごい強くてかっこいいイメージは、もともと持ってたんですけど、初めて見たそのプロレスの PPP の応援で、かっこよくて強いだけじゃなくて、すごい綺麗で華のある女性が出てまして、夏すみれさんの試合を見たときにそう思ったんですけど、かっこよくて強いだけじゃなくて、すごい綺麗で華のある女性もいるんだなと思いました。で、私もそのような女性になりたいなとその時思いました。私にとって筋肉はないことが考えられない。あと自分を守る、武装する武器です。痛いことに関しては正直練習中も何回か技を食らってすごく痛い思いをしましたが、そこについた覚悟ができてます。三富さんは練習中は結構厳しくて、練習中に私は泣いてしまったこととかもあるんですけど、こうやって私にチャンスをくださったのでとても感謝しております。はい、こちらですね、SOD さん、ソフトオンデマンドさん初の
アダルトグッズでございまして、まあ、いわゆるこれ言葉のピンマークがあれしてるオナホールですね。いわゆるオナホールでございます。はい。で、ドン・キホーテさんとかで発売されてるんですけれども、全部で今7種類出てるんですけど、1、2、3、4、5、そうです、7種類出てまして、それぞれ感触が違って、実はですね、僕も打ち合わせの時にいくつかいただいたんですけれども、楽しく使わせていただきました。はい、いいオナホールです。仕上がりですか。仕上がりで言うとまだ、リングに立つには足りない部分も多いかと思います。ただ彼女はその努力するという姿勢と、あとやっぱり表現力という部分ではもう既存のプロレスラーを結構超越している部分もすごく感じるので、あとは具体的なそのリングの上での技術っていうの方がもっとついてくれば、結構大化けするんじゃないかなというふうに考えています。はい、ありがとうございます。今彼女プロレスの合同練習が週2回から3回、それでパワーリフティングの練習はもうほぼ毎日、週6、はい、さらに最近柔術も始められてるんで、結構超人並みのスケジュールをこなしてるんですけれども、まあやっぱりこのパワーで優勝されたっていうのもあるん で身長も今いくと100、身長 166.5cm です。はい、大型のパワーファイターになっていくなという予想はしてます。で、結構練習でも男子相手でもひょいっと投げれる力を持っているので、花のあるパワーファイターになるんじゃないかなというふうに考えてます。はい、その認識です。ただその他団体さんに今後出るとかっていうのは今のところ全く考えてなくて、まあ、PPP の興行もこれから公演が増えてくると思いますので、まあ、その中でまずは、PPP のリングでいろんな選手と当たってもらえればなっていうのは個人的な思いです。はい、そうすると、まあ、基本的には今数ヶ月に使うペースで試合をしていくというような感じ。最初のうちはそういう認識でお願いします。正直私自身プロレスラーとしてどうこうというのは本当におこがましいので、私のレベルが言える問題ではないんですけど、私の夢として生物として強くなりたいという思いがありまして、その生物として強くなるためにプロレスに挑戦してさらに強い人間を目指したいと思っています。そうですね、憧れの選手は先ほど言ったんですけど、夏すみれさんのように強くてかっこいいだけじゃなくて、すごく花のあって人の心を動かせるような、そんな試合が9月14日できればいいなと思っております。はい、わかりました。ちょっと立たせていただきます。まず私にこのようなチャンスをくださった PPP の三富さん、背中を押してくださった SOD のスタッフさん、ちょっと忙しい中今回お越しいただいた関係者の皆様、本日はありがとうございます。先ほどもお話ししたんですけど、私の中で生物として強くなりたいという気持ちがありまして、また強い体を鍛えたり精神を鍛えたり、強いだけじゃなくて見ている人の心を動かせるような試合を9月14日はさせてしたいと思います。そのために毎日練習をします。プロレスの練習もパワーリフティングの練習も柔術も一生懸命頑張ります。ぜひ9月14日来ていただけると嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。ここは所属している SOD 花屋さんとお話ししていく中でってなると思うんですけれども、本人的にはどうですか。本人的には、私は女優業をすごく誇り持ってやってますし、これからもずっと続けていきたいと思ってますので、プロレスが何割とか女優が何割とかそういう話ではなくて、どちらも自分ができる限り最善を尽くしてやっていきたいと思ってます。多分本人この後来年パワーリフティング全国大会も出ますし、多分毎月撮影もある中で全部を多分全力でやられてるんで、日程が被らないやろう、練習も絶対全部出てるんで、多分そういうところはすごく全てに対してまっすぐだなというこの印象もありますし、多分そこは皆さんとそういう方向に向かっていくと思います。諦めないことですかね。はい、どんなに練習大変でも
やるっていう姿勢だったりとか、まっすぐな部分というところですかね。リングに上がるからには、プロレスをやられている方々、プロレスファンの方々に本当に失礼のないように、失礼のない戦いをしなきゃいけないなという気持ちだけです。それで言うと補足すると、まあ、私のやってるこの PPP という興行自体がやっぱり、なんですかね、まあ、今回いろんなマスコミさんに来ていただいて、まあ、僕も結構感無量なんですけれども、まあ、今まで我ながら新しい世界観を演出して新しい客に挑戦したり、で毎回口コミやリピートで、公演が超満員になってるっていう自負と自信はあったんですけど、それでもどうしてもやっぱ偏見とかっていうのがあって、注目され知られてないっていう部分もあって、逆に言えば僕自身も多分デビューするチャイアンさんと同じような状況な部分を1プロモーター1団体の誤差として感じてる部分もあるんです。なんで僕もそういったいろんな業界からの目とか、に打ち勝ちたいですし、チャンタさん自身もそこはもう実力でリングの上で証明して、ギャフンと言わせてほしいなという気持ちが僕もあります。いろんな点で厄介だとは確かに思います。ただそういうのも含めてプロレスの難しさをチャンタさんには知っていただきたいなという部分もあります。で、彼女はやっぱまっすぐな性格なんで、真面目っていうのはいい部分も悪い部分とあると思うんですよ。で、真面目すぎると多分松本さんに圧倒されると思うので、そういった部分でもプロレスのリングの厳しさを知ってもらって、まあ、その上で誠選手や、まあ、パートナーのバンビさんと、芯のある女子プロレスも展開してほしいですし、まあ、いろんな点でここは期待しつつ応援しております。それでですね、先ほどちょっと、ゴージャス松野さんから参戦の、まあ、逆オファーというかがありまして、私もですね、ちょっと一人ちょっと思い当たる人間をもともとですね考えてまして、すみません、ちょっとスマホ今置いてきちゃったんですけど、さっき連絡を取ったら、今日なんか今この後昼のそこにあるワープで踊るっていうパリピが一人いたんで、そのパリピをですね、二人多分ですね来てると思うんで、ちょっと皆さん迎えに、はい、迎えに行ってもらっちゃよろしいですか。ちょっと一応当てがあって連絡をしてあるんで来てると思うんで、はい、お願いします。その選手が松野さんの対戦相手の候補としてどうかなというふうに考えてたので、今迎えに行っていただいています。選手もだいぶ不合成な働きになって、私も感動でございます。PPP のスーパースター、バブリー力の登場だべ。おお、力さんじゃないですか。間違えたらいい、ちょっともう少しこの斜めに大きな目に使った方がやっとるめ、はいはい、PPP のナンバーワンスターの姿だめ。千川さん、皆さん、女子社員の皆さんとお知り合いだったの、もともとパリピ仲間、パリピ仲間だめ。千川さん、今日これから何する予定で歌舞伎いらっしゃったの。もちろん歌舞伎町の夜を盛り上げに来たんだめ。夜を盛り上げるにはだいぶまだ時間早いですけど、早いね、はい、昼から来た。もう5月近くいたんですいません呼んじゃったんですけれども、千賀さん、さっきゴージャス松野さんから、うん、参戦の逆オファーありまして、お、やっぱりね、初期の PPP といえば松野さんだったと思うんですけど、今の PPP といえば千賀さんじゃないですか。バブリー千賀だめ、はい、なんでちょっと松野さんまだいるかな、いらっしゃいます、松野さんで、まだ松野さんまだ、あ、松野さんまだいらっしゃった、いらっしゃった、え、はい、なんだ、帰った方が良かったのか。いやいやいや、まず、いや、さっきそこでなんかビデオいっぱい見ご覧になられてたんですよ。はいはい、まずはちょっと今 PPP で活躍する僕の友人でもあるバブリー力選手、まずはさん、今回対戦相手の候補としていかがですか。その前に何、はい、初期の今の初期の場合、お前そんな辺勘違いするんじゃねえんだよ。はい、すいません、ね、バブルだってよ、バブルだって、バブルだね。ブラザーマスの残念ながら PPP のスターの座はバブリーが奪ってしまったんだね。お前バブリーとか言ってっからよ、お前力だろ。だ、誰のこと言ってんね。お前力だろ。知らんべ。お前そんな人間なのかよ。え、
バンズに使うのに。フェイスブック、ツイッターいつもチェックしてる。お前そういう人間なのかよ。え？誰のこと言ってんの？何か満たされなくてそんな格好してんだろ。逃げてんじゃないのか、この野郎。え？何のこと言ってんだか分かんないめ。めんじゃねえんだよ。え？大体よ、バブリーなんて言ったって、そんな芸能人いねえんだよ、だから。ゴージャスから加納姉妹、はい、杉本彩言ってみろ、バブリーバブリーバブリーっていう芸能人ね。そうだよ、バブリーイギリー岡田じゃないんだよ、バブリーだよ。バブリーね、はい、いないですね、確かまずいないだろ。いないですね、いないですね、はい、ここにいるね、お前仮の姿でよ。え、自己顕欲満たしてんじゃないのか。いいよ、体勢いて、はい、やってやろうじゃないかよ。おお、上等だめ。どっちがナンバーワンのパリピか決めるめん、ブルダーマーズの。パリピの前によ、お前を本当の力に戻してやるよ。そして、ゴージャスか、バブリーが、え、どっちが世界を牛耳るか決めてやるよ。オッケーだめ、楽しみにしてるめ。へへへへ。ちかさん。お、おいためん。ちかさん、この間の新木場公演で、仲間だいぶ増えてましたよね。公演。じゃあ、仲間増えたんですよ。なんでバブリー軍団がこれが結成されると思うんで、マサさんもどなたかパートナーちょっと引き連れていただいて、9月14日の新宿フェスはゴージャス軍 VS バブリー軍の全面対抗戦でいかがですか。オッケーだめ、はい、バブリーには心強いファミリーがたくさんいるんだめ、覚悟しておきめ。4月14日のこいつの最後の9月です。あ、9月です。何が笑ってんだよ。9月14日がお前の最後のバブリーのリングだよ。それ以降は初期のゴージャスマスのが PPP を牛耳ってやるよ。大きなめん、どっちが PPP を盛り上げるか最高のパーティーにするめん。わかりました。松田さん、近田さん、よろしくお願いします。よろしくめん。じゃあ松田さん、すいません、もうあのお帰りいただいて。お帰り。あ、松田1個じゃ。まずは行くはい。じゃあちょっとバブリーさんこっちに。バブリーはまだ咲いた方がいい。はい、ちょっとまだ残ってください。はい、オッケーだめ。はい、皆さんも教えられてたんですね。あ、はい、はい、飲み友達。あ、飲み友なんですね。なるほどなるほど。じゃあここでですね、バブリーチカラ選手、まあ、もしくは私への質疑応答ございましたら、受付させていただきますんでお願いします。かなり異色のカードはい、なると思うんですけれども、はい、このカードの魅力みたいな部分を代表の方からお願いします、はいはい。バブリチカラ選手というのは、まあ、あの PPP 東京で生まれた本当に唯一無二のオリジナルキャラだと思ってます。で、まあ、松野さんも、まだこういうオリジナルのキャラができる前の PPP の公演から出ていただいておりまして、ある意味 PPP のアイコン、アイデンティティをかけた戦いになると思います。なので、試合もですね、もちろん戦いの部分はもちろんなんですけれども、そういった派手さの部分でも、ちょっと注目したいなと私は思ってます。おお、上等だめ。どちらが最高のパーティーにできるか楽しみに待ってるめ。盛り上げてやるめ。テクシー女優おお、みんな美しいガールだめ。本音で話してるじゃん。本音でいいです。本音め、はい、あ、セクシー女優は全員バブリーの女だめ。え、違う、どちらかというとクチャンさんみたいな体鍛えてる女性が好きめんよ。好きですか。特にどの部位が鍛えても好きですか。腹直筋面が何を好きって聞いてるのか。腹筋女子が好きと、はい、いうことで認識でよろしいですか。ああ、はい、オッケーだもん。さんマスクの目まで上がってるんですか。はい、それはもうコロナ対策は万全だからね、はい、他に質問ありますでしょうか。なければこれにて、本日の SOD バサラプレゼンツ PPP 東京新宿フェイス公演にまつわる、記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございます。じゃあその後ろお願いします、はい、じゃあガッツポーズで、はい、ありがとうございます。ごめんなさい、じゃあこちらください。はい、はい、みんなお願いします。はい、せーので、もう一回行きます。はい、せーので、はい、じゃあすいません、こちらお願いします。もう少しいただきます。はい、ありがとうございます。お願いします。 SOD オフィシャルです。お願いします。こちらです。元気な感じで、ビーはい、はい、ありがとうございます。
はい、どうも。テレさん、テレさんのカメラで、まあ、お願いします。はい。ビーン、バブリーに注目するんだね。はい、ありがとうございます。はい。